会場の皆さん、スマッシュでご覧の皆さん、こんにちは。そして初めまして、YOASOBIの綾瀬です。いくらです、さて、この度僕たち YOASOBI はオールナイトニッポンの新ブランドオールナイトニッポンクロスの火曜日を担当することになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。放送は毎週火曜日の深夜24時から24時53分までの約1時間です。いや、どうですか、いくらさん、今の気持ち。いや、今まで2回ほど、オールナイトニッポンゼロさんには出演させていただいて、はい、 その機会があってか、YOASOBI初のラジオレギュラーをやらせていただくということで、はい、もうすごく私たち嬉しい気持ちでいっぱいですし、意気込んでおりますので、楽しい時間をお届けできるよう頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに月曜日はエンハイフンさん、水曜日はフワちゃんさん、そして木曜日はペコパさんというラインナップ、ものすごい豪華なラインナップの中に僕たちも行為させていただくっていう感じなんですけれども、我々YOASOBIはどんな番組にしていきましょうかね。そうですね、でもやっぱりこうファンの皆さんとかリスナーの皆さんとこう触れ合える電話企画だったりとか、やっぱりそういうコーナーはやりたいですし、音楽ユニットなので音楽に関係したこともなんかちょっと入れたら素敵だなと思いますけど、綾さんどうですか？そうですね、もうこれだけ豪華なラインナップの中で僕らもやっぱりちょっとトークスキルもね、ちょっと磨いていきながら一緒に成長していけたらなというふうにも思うので、本当に楽しい時間を一緒に共有できたらなと思います。そんな YOASOBI のオールナイトニッポンクロス、初回は3月30日火曜日24時からの放送開始となっております。生放送でお送りいたします。はい、そしてなんともう一つお知らせがあるんですよね。あります。そうなんです、はい、オールナイトニッポンといえば、いくらちゃん何でしょう？そうです、ですね、はい、この度ですね、この今のメロディーでおなじみ誰でも知っているであろうオールナイトニッポンのテーマ曲ビタースイートサンバの綾瀬リミックスを作成いたしました。私頑張って作りました。はい、はい、こちらのビタースイートサンバ綾瀬リミックスはですね、なんとオールナイトニッポンクロス全曜日のオープニングテーマ曲となります。うわー、めちゃめちゃ責任重大ですね。いやー、責任重大ですね。でもかっこいいの作りましたので、はい、はい、さあ、そんなビタースイートサンバ綾瀬リミックスなんですけれども、ここで本邦初公開いたします。はい、これを聞いてもらってこのコメント締めましょうか。はい、はい、いろいろとお話ししてきましたが、ぜひとも4月から YOASOBI のオールナイトニッポンクロス、よろしくお願いします。というわけで最後にビタースイートサンバ綾瀬リミックスをお聴きください。以上、YOASOBIの綾瀬といくらでした。